赤星瀬尾赤星ますます TV ラーメン二郎千川店です。千川さあ3年ぶりいや4年ぶりですね。行ってきました、うん。これねあの線路は反対側のところ遠くから千川駅のね、線路沿いに歩くと、徒歩1分で着きます。趣ありますねこの価格ね。これね1995年の10月にオープンしてるんで、うんうん、なんと25年半もですね、うん、この場所で営業してるんですね。三田本店っていろんなところにこう移転してますけども。あ、そうなんですね。はい、千川は一度も移転せずここにいます。はい、ただし、うん、ただしですよ、うん、最初のマスターではないです、ね。うん、なるほど。2代目、と言われる、マスター。そう、歴史ありですね。そうなんですよね、うん、建物もいい感じの仕上がりですけども、初見、すいません狭くてこの角度しか撮れませんでしたまあこれも趣ありますよ、舞台入り面積なめ大盛り、それからですね、うん、持ち帰りがあるんですが、うん、食券買ってカウンターに置いて外で待つか、うん、お食事もして持って帰る場合は、うん、こう同時に出してね、うん、食べると、食べ終わった後にお土産ですんで。あ、いいですねそれ。くれるんですね、うん、でそんな僕は今回大豚、はい、大盛りの豚入りラーメン、はい、こんなんでております、うん、大盛り豚入り、ちょうど1000円ですね。あ、いいですね。でコールがね、はい、全マシなんですね、うん、いつもねマシマシにするところですけど、はいはい、これなんでかって言いますと、うん、ってね、うん、マシマシが通らないことでちょっと有名だったんですが、僕の隣の方はね、うん、普通に野菜マシマシって言ってたんですよ。 あれ で解禁されてもちょっと怖いんでやめてください。言った後にマシマシ言ってんなってやったんですか。あ、そうですそうですはい、なのでやめてきましたが、舞台入りにしたんですけども、うん、しなくても強力な豚が入ります、うん、なるほど。はい、でレンゲがないんですけども、うん、三田目黒新大田などはですね、うん、初期にオープンした二郎なんですけど、うん、それらの二郎はみんなレンゲないんですよ。なのでその系譜かなという。なるほど。はい、その豚ですね、うん、これですね、やっぱ千川といえばね、うん、僕は1回目行った時言いましたが、もうステーキ豚なんですよ。ステーキ豚とにかく分厚い、うん、これが目当てで行く人も多いです。なるほど。はい、で以前は豚ダブルありました、うん、そしてその上、うん、トリプルもあったんですね、うん、ただまあ価格高騰などで、現在豚増しのみのようですね。豚増しにすると5個ぐらい入るからまあ十分なんですよね。なんかすごいすっきりした感じするもんな、豚がなくなってもう、一気に食べました。はい、で油もでかい、うん、ね、3倍3の、ね、3×3 の3倍だとおしゃれになりますけど、はい、サイコロぐらいありますよということでね。で野菜はちょっとクタクタより、うんうん、しなしなじゃないけどクタ。なるほど。という感じです。おやわらかめです、うん、はい、麺ですね、うん、公式に発表はされてないんですけども、うん、お持ち帰りセットをねこう、うん、麺で測った人がいらっしゃいますね、うん、そしたら茹で前400だったんです。茹で前400です。かなり多い方です。そうですね、はい、で太さ割とね、あ、ちょっと細い方かもしれないんですが、うん、舌触りザラザラっとしてるんで、うん、わしわし感、ボソボソ感はあります。なるほど。多いですね。で、硬さ、うん、どっちかっていうとデロです、うん、でもデロデロではないバランスタイプのデロ。なるほど。東南じゃないけど、うん、やや東寄りの東南東ぐらいな感じの、節分でしか聞かない方角ですね。はい、うん、デロ、硬、デロみたいな感じですね、うん、そしてスープがね、これめちゃくちゃ熱いんで、うん、下からこうね、グーってひっくり、うん、出したいじゃないですか、一番スープに浸ってるところ、はいはい、やけどするぐらい熱いんで気をつけて。あ、そう、湯気が、はい、下がもう、麺自体が熱いんで、麺自体が、でですよ、うん、私これ台にしてるんですね、はいはい、お持ち帰り1人前が400だったってことはですよ、うん、大盛り500以上だよっていう。なるほどね。気をつけてください、大盛りする人ね、うん、はい、で豚も増してるんで、うん、今回はもう1キロ超えラーメンすごいですねということですね。でもアフレコしている現在もう1キロもうズズンと入ってるわけですよ、体の中に。前後でも1キロ増えたと思うんですよね、体重が。はい、でね、この日は土曜日でお客さん多くてね、ロット目出しちゃいけないと思ったんで、はいはい、11分でこれを食べました。僕タイム11分だったんですね。11分で、はい、まあ、というのマシマシじゃないし、はいはい、スープを飲んでる暇もなかったんで、なるほど、すごい早さで食べました。大盛りですよね。大盛りですけど、はい、ニンニク量は控えめなんで、うん、ですね、まあ、辛さもね、そこまで辛くないんで、うん、ちょっと気をつけてこう、うん、
ここでニンニク使うぞって決めとかないと、うん、あの埋もれちゃうんで、どこでニンニクを食べたかわからなくなることはないんじゃないですか。え、そうっすか。わかんないけど、安全ニンニクなんで、安忍、安忍です。安忍とか言ってるとね、胡椒いっちゃいますけど、うん、あ、これ詰め替えタイプですね。はい、はいはい。で、あのスープがね、フェンガーブラックと呼ばれてるぐらい黒いんですよ。あ、確かに黒かったですね。そう、超非乳化なんで、なので、うん、そのちょっとマイルドタイプのスープに胡椒すごい合うと、うんうんうん、で、おすすめはあのスープに入れるんじゃなくて、うん、ダイレクトに麺にかけてね、うん、もう胡椒を直に感じてほしい。なるほど、それが美味しい。あ、そんなこと言ったらもうファイナル豚です。残してますね。残しました。いきましたね、うん、そしてファイナルスープですね。ファイナルスープ、ファイナルスープもゴクゴクっと、あ、行くのか、うん、これは全部、うん、ではないです。ファイナルスープじゃないですね、じゃあ。はい、飲みましたが、ただスープの色こんな感じです。なるほど、まあ、ちょっと油浮いちゃって乳化してるように見えましたが、非乳化ですよ、うん、はいはい、はい、お、90.216 です。ジーローですね。お、ジーローです。クオージーロー、ジーローですね、はい、伸ばすとこを間違えるとそうなりますね、はい、ということで千川行っちゃいましたね、はいはい、4年ぶり。あ、そうなんですね。はい、で4年前とかは、うん、まあもちろん撮影のご許可いただいてたんですけど、はい、撮影の器具とかが、うん、あのなかった。あ、そうですね、そうですね、あのスマホをなんか時間に財布とかですけど、それもあった。そんな感じありましたよ、財布に立てて。別に100円ショップ行きゃ売ってんのに。いや、買えってずっと言ってたのに、何個しないと買わない。 5S だったんだけど、いやいや、 5S ってちょっと正方形になって立つんだよね、うん、あれ横にして、だからちょっと傾けて、うん、カウンターと壁のとこに斜めに置いたり、変っすよってずっと言ってたのに。超価格悪い線画はしかなかったから、なるほどね、やっとリベンジできたんですね。はい、なるほどね、歴史あるですね。あ、で、この場でちょっとお礼を申し上げておきたいんですけど、はい、店員さん見てるかわからないんですが、うん、土曜日だったんですごいね、混み合ってるところ、うん、あのわざわざご許可いただいたんですね。あ、もうそれはもうありがとうございます。はい、申し訳ございません。今度からあのちゃんと水泳の時に撮影せずに、うん、あの食べ行きますんで。そうですね。あ、食べ行きますんでっていうか、僕実はお忍びで一回行ってるんで。お忍びっていうか、まあどうぞ、別にずっと忍んでるんじゃないですか。まあそうですけど、うん、はい、またちょっと線画は普通に、うん、食べには行きたい。間違えて千川にね、行かないようにね。あ、千川なんでね、はい、千川はポリプロじゃないや、ソニー YouTube です。ああ、はい、があるところです。千川と千川はね、千川違う、全然違う。人弁が大海と大梅もね、大海と大梅は一番やばい。全然違うっすから、東大に全然違う、はい、といった千川、はい、違う、千川です。千川です。ごっさんです。はい、you